このやつらやばそうだぜ。なになに？ポス。イリーナかな、これは。いたわ、急いで。はい。ボス戦かな？クラウド。はぁ、あ、はぁ、あ、疲れとる。ここから先へは進ませないわよ。この先に何があるんだ？秘密。そんなことはどうでもいいの。よくも私のバスをやってくれた。あ、ゾーンか。ボス？ゾーンのことか？あれは俺たちじゃない。セフィロスがやったんだ。いいえ、騙されるもんですか。嘘なんかついてない。セフィロスなんだ。いくら白を切っても無駄よ。絶対許せない。参ったな。口で言っても無駄なんだったら、体に聞いてもらおうじゃないの。私たちがこいつを。いいえ、私一人で十分よ。私のパンチを避けられるはずがないわ。すごい自信です。え？なにこれ？本当に。なぜ？わざと避けなかった。いやいやいや。避ける気満々でしたけど。どうせあの大氷河を越えられるはずがないわ。どこかの家に放り込んでおいて。なんだ。避ける気満々だったのにな。これでどうなるんだろう。結局なんだったよ、今のイベント。この村はしばらく閉鎖だ。ぶっ飛ばしましょうか。やめるんだ。子供たちがいるだろ。うん、お前には関係ないが、ここよりさらに北で何かが始まるらしいんだ。本社から社長もいらっしゃる。混乱を避けるためだ。我慢してくれんか？なるほど。そういうことなら、協力しましょう。スノーボードと地図がなければきっとこの先で行き倒れになってしまう。ボードありましたね。どこの家だったっけな。あ、ここだ。スノーボードで遊んでたら怪我をしちゃってしばらく外へ出られないんだ、ぐすん。お兄ちゃんにスノーボードあげるよ。よし、これでオッケーだ。地図とスノーボードをゲットしたので、気をつけろよ。なにこれ。いきなりゲームが変わったんですけど。え、なにこれ。あ、いや。あ、面白い。レースゲームだ。ちょっと操作が何もわからんけど。あ、バツがブレーキかな？いや、ちょっと待って、勝手にジャンプするんですけど。ちょっと、操作がわからんって。操作がわからんって。あ、なるほど、上下で。あ、違う。ブレーキは、ちょっと、腹立つな。下を押すとブレーキですね。ただ上が加速か。右左はまあ右左として。難しいな。よっ。おー、かわいい。モーグリー型の雪だるまでしたね。あ、四角でもブレーキできる。四角の方が簡単だ。
パーツがジャンプですね。何なんだ、全然。あ、LR で結構クイって曲がる。あ、すごい曲がるじゃん。なんだ。もう一回やりたいな。おお、取れた。あれ、いける?おお、いけた。ちょっとテクってくれば、こんなもんですね。いだ!曲がりながら LR を押すっていうのが難しいですね。風船は なんか関係あるんかな。あ、すごいグイって曲がりますね。いた。むずいな。これかわせんで、ね、おお、チョコボ型の雪だるま。長いですね、割と。おー、どっちだどっちだ。どっちでもよかったのかな。おお、こんなことある。よけ、出てる。ああ、難しいコースだな。慣れてきた今日の気がする。いた。すごいグイッと曲がるな。長いなぁ。もうかれこれ4分も滑っとるけど。あ、今がブレーキか。これでゴールかな。ちょうど4分ですね。うって。すごい吹雪だ。なんとか飛び越したようだな。みんな大丈夫か?ティファちゃん寒そう。なんとか。じゃあ、たまんないよ。一体どこへ落ちたんだ?かなり大きくジャンプできたようだ。そういえば地図もらったよね。四角で地図を見てみましょう。それにしてもものすごい寒さだ。あまり長くここにいると凍えてしまうな。これで、いや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 、どこかわからんし、これ。あ、木が目印ってこと?あ、ってことは今右下のとこか。どうしよう。上でいいんかな?これで?あれ?もう地図見れんが。敵出るんかーいっていうね。はい。敵が出るとは思わなかった。地図のボタンを押してもダメかな?ダメですね。わからんぞ、こんな。あ、これで見れる。今あそこですね。真ん中やや左上ぐらいってことか。このまっすぐ行けば、なんかホラー穴みたいなのがあるってことか。どこに行けばいいかわかんないですもんね。これが右と左に分かれるってことかな。
アタックかな。はい、じゃあ先行きましょう。これで、あーやっぱそういうことか、右か左ってことですね。どうしようかな。左の方がなんかテントっぽい感じがするけど。どこか休めるとこがないですかね。あれですね、ここの敵経験値も美味しいし、お金もたくさん持ってますね。これで、いやよくわからんとこに出てきたぞ。下でいいのかな。なんだこれ。あ、これがあれか、洞窟みたいなってこと？こっちは？あ、こっちから出てくるってだけのことか。ここはここで行き止まりなのかな？はい。いいなぁ。なんか普通にレベル上げと貯金に持ってこいですね。ちょっと待ってくださいね。下に行くと、要するにあのチェックマークのところに行くと、多分先に進む的なことなんでしょうな。あ、あれか。わかった。右の方の山を下って、で、なんかルートが3本に分かれてますよね。で、あの、分岐点で、芋が選んだ道によって、着地点が変わるってことか。はははは。分かった分かった。そしたら最後にチェックマークに行けばいいから、とりあえず下行って、探索していきましょうか。確かに地図がないとこれは厳しいですね。回復しとこうかな。これで、この木の、あれ？クラウドどこにいる？ここか。これで、今、あそこですね。左側の木のところに出てきたから、真ん中抜けて、下方向か、上方向ってことですね。仕組みが分かれば、そんなになんてことはないですね。地図通り本当に、行くだけって感じですね。いいなぁ。ほんとなんかレベルがガンガン上がる、ここ。これは森を抜けて、多分分岐があるんじゃないかなぁ。あ、ここかなぁ。ここのことかなぁ。あ、愛されたいんだけど。今のやつどうやって取るんだろうね。陸がつながっとるな。戻って、
から行くんかな。いや、出口は1個だな。あ、上に行くとこ、ちょっと先に下みたいですな。先が、はあ、はあ、こういう感じになってて、どこに出てきたんだろう。わからんなっちゃったな。こっちは？進むとこと違うな。これはどこだ？四箇所で入り口を使って。分岐が四つまたになってます。いや、結構ちっちゃい敵でしたけど、なかなかタフだったな。いや、経験値2000は、割に合わないぐらいタフでしたね。これは右行くとどうなる？ん？こっちか。どういうこと？なくなったってこと？気がついたようだな。寒さに倒れちゃったってことか。君たちは大氷河で倒れていたんだ。無事だったのは奇跡だったな。私の名はポルゾフ。登山家の。この地に住み着いてもう20年だ。これから先、北へ向かうつもりなら、私の話を聞いていきなさい。立ち話もなんだから、向こうの部屋に行こう。いやー、地獄に仏ですね。向こうの部屋とは？こっち？君たちは、絶壁に挑んだ男たちの話を聞いたことがあるかい？この地には大昔に何かが空から降ってきたという言い伝えが残ってる。これイバルナがなんか話してた話のことかな。どうやらその時に大地が盛り上がってできたのがこの絶壁らしい。30年前私は友人ヤマスキーと、ヤマスキー絶壁の向こうを見るためにあの険しい壁に挑んだ。しかし私らは無知すぎた。ある程度の寒さは予想していたが、あの絶壁には凄まじい寒気が嵐のように渦巻いているんだ。あ、寒気か。寒気が体温をどんどん奪っていく。私の下を登っていたヤマスキーは、自分のザイルを切って、私はそれに気づきもしなかった。ザイルってなんだろう。以来私はこの地に移り、
鉄壁に挑み続け、同じ仲間に注意とほんの少しの休息を提供しているんだよ。もしあの絶壁を登るつもりなら、注意することが2つある。1つ目は、雪に覆われて見つけにくくなっている登山ルートをよく確認すること。何これ。2つ目は、絶壁の途中の棚についたら必ず下がった体温を回復させること。現場で体温回復。わかったかい？ここに来るまでかなりの体力を使ったんじゃないのかい？少し休んでから出発しなさい。もうよくわからんね。なんか残りの調べたい箇所もあったけど、なんかミニゲームなのかな？本編なのかな？なんか急に始まっちゃったので、やっていきましょうかね。はい、それでは本日の放送はここまでとなりますですね。次回、登山が急に始まってしまったので、そちらをまた進めていこうと思います。それでは皆さん、また次回お会いしましょうです。失礼いたしますです。